捕まえた。いないと思ったらテレビなんて見ちゃって、もう離さないんだから。え、何を一体。もうそんなに驚かなくても。なんかアキラくん、お父さんの枕みたいな匂いがする。枕ではなく父本体ですが。アキラくんのお父さん、ごめんなさい、てっきり悪役だと思って体式ホールドしちゃいました。すぐ抜けます。はあ、動かないで。なんです。いきなり圧迫されたせいか腰を痛めてしまったようで。あたたたたたた、私のせいですよね。シップどこですか。待ってください。圧迫されている方が楽なので、ちょっとの間で構いません。そのままでいてくれませんか。わかりました。ありがとうございます。ところで、大式ホールドというのはプロレスの締め技ですか。違います。リング上でそんなラブラブなことしちゃったら、別の種子の肉と肉のぶつかり合いが始まっちゃいます。その結果、生命が誕生しちゃいます。ほう、肉と肉、どういう意味ですか。なんでもないです。しかも生命が、どういう意味でしょう。いやいやいや、本当に忘れてください。では、おいって、足を緩めないで、もっと強く圧迫して。ごめんなさい。こうですか。もっとです。足に力を入れて、ぐぐっと君の体に引き寄せるように。はい。私の体と君の体が一つになりそうなくらい強く押し付けて。キューッと、こうでしょうか。その調子です。足だけじゃなく G ももっと押し付けて。はい。ええ、背中も痛めたようでして、弾力のあるものを押し付けてくれると楽なんです。背中も痛めたんですか。すみません。こうですか。ああ、いい感じの締め付け具合で気持ちいいです。痛みが落ち着くまでそのままでいてください。いや、締め付け具合って、アキラ君からも褒められますけど。どういう意味ですか。なんでもないです。っていうか、今見られたら明らかに誤解されちゃう。どう見ても私から思いっきり抱きついてるし、もし勘違いされたら。明らなら学校から連絡あって飛び出していきましたよ。 3,4 時間は帰ってこないでしょうし、その間お願いしますね。だったら安心ですね。って、4時間もこの体勢でいると。あ、でも私のせいなんだ。頑張ります。もしきつかったら体勢変えてもらっても構いませんよ。でも痛いんですよね。いや、ギューッと圧迫してくれればいいので、前からしてくれても私は構いませんが。なるほど、前から。お互い向かい合ってってことですね。ず、ハートに体積ホールドになっちゃいますか。プロレスの技名でしたっけ。違います。試しに前からやってもらってもいいですか。前からの方が効果があるかもしれません。でもやっぱり前からは恥ずかしいというか、恋人同士で するものですし。おい、たた、急激に痛みが。大丈夫ですか。前からしてくれたら治るかも。わかりましたから。一旦素肌になった方がいいかもな。なぜです。痛みを治すには温めて血行を促進した方が効果的ですよね。ならば、より温めるために素肌と素肌で密着した方がいいと思うんです。なので、一旦です。でも、急激に痛みが。早く前から大式ホールドをしてくれないと。わかりました。前からします。話が早くて助かります。では早速、前から効果を上げるために素肌でお願いします。ただいま。親父と二人きりで大丈夫だった。って、え、親父に大式ホールドしてるじゃん。違うの。これには訳があって。全然違くない。おい、アキラ、お前の彼女俺がもらうからな。